ヨーマヤは日本のライトノベル。1991年から2000年にかけてグループスン所属の小説家を中心に複数の作家によって書かれ角川スニーカー文庫より発刊された。現代の日本で生活する妖怪たちとそれに関わる人間をテーマとしており基本ジャンルはホラーとしているが執筆者によっては作風が異なる。2011年に 山本博史による新作が発表され、妖魔夜行シリーズが復活した。背景世界を共有するテーブルトーク RPG ガープス用のルールブックはグループスンによって制作され、1994年に文庫タイプの角川スニーカー G 文庫で発行。サプリメントやリプレイ集なども発行された。後に妖魔マヤの続編として登場した百0 0ショーの ガープス用ルールブックもグループスによって制作され、2002年に大型本タイプで発行。100よる小シ,シリーズの小説は2000年から2005年まで発行され、リプレイは2002年から2004年まで発行された。もともとガープスのスーパーヒーロー用サプリメント。 ガープススパース ISBN1 から556344937を翻訳する際に、日本向けの世界設定として作られたものである。小説は、現代の日本を舞台に、基本設定、登場キャラクター、作品間の時間軸を共有する、小説群、シェアードワールドノベルズとして、山本博友野翔、高井慎、水野良、杖恵清松美幸、下村か子、 西翼、隆木、伏見賢治、北沢圭など多くの作者によって書かれた。同様のグループ寸のシェアードワールドノベルズとしては、ソードワールドノベルが存在する。大半のエピソードでは、渋谷の一角にある妖怪たちが集うバー、ウサギの穴に出入りする妖怪が主人公で、妖怪が原因となった事件を解決していく。執筆者が多彩なこともあり、各エピソードの内容は、ホラーから、 アクション、パロディ、人間ドラマ、SF など多岐にわたる。書き下ろし作品が多いが、一部、コンプ RPG 誌に掲載されていたものもある。2000年発売の、戦慄のミレニアムで発生した、大事件によってシリーズは一旦終了し、続編シリーズである、百鬼夜、小作家のおつは、自身の作品、コスリストカット事件の後書きで、コスリストカット事件は、 洋画や工作品を目指して作ったものであると書いている。本シリーズにおける妖怪とは人間の思いが生命エネルギーに形を与えることによって生まれた生命体で基本的に寿命を持たず一度死んでも人間の思いさえあればいつかまた蘇る存在である。そのため、遥か昔に誕生した伝統的な妖怪や不送信近年になって 都市伝説の中から生まれた妖怪などのほか、実在を信じられた架空の人物や特撮番組のヒーロー等も妖怪として扱われており、果ては神話や宗教の神に至るまで人間の思いから生まれた強大な妖怪に過ぎないとしている。妖怪は人間に比べて身体的に頑丈であり、怪力や飛行能力、変身能力などの妖力や火炎、電撃、 天候等の事象を操作するなどの妖術を身につけた人間を超越した存在として描かれるが、精神的には人間とそれほど変わらない。むしろその長寿さや老い立ちゆえからか、精神的な成長、変化は人間に比べてはるかに困難である。その妖怪に似合った能力を生まれながらに獲得している。また、同種族の妖怪同士で社会を形成して、 妖怪の親から生まれた二代目以降の妖怪や人間と妖怪の間に生まれたハーフ、先祖が妖怪であったために人間から妖怪として覚醒してしまったものも存在する。また、稀に人間でありながら妖力や妖術を預かながら身につけていたり妖怪を刺激する例もある。妖怪によっては弱点が存在する。その多くは妖怪が苦手とする。 と信じられているものであり、これらによって死んだものは蘇ることができない場合もある。妖怪たちは現代社会に適応するため、ネットワークと呼ばれる一種の共同体を形成し、互いに情報交換を行ったり援助し合っている。全世界に存在するが、作中に頻繁に登場するのは、東京にあるうさぎの穴、海賊の名誉定など、 ネットワークの拠点には、妖怪以外にも、妖怪と知り合いであったり、妖怪絡みの事件で助けを求める人間たちも出入りする。中には、人間が代表者を務めるネットワークも存在する。妖怪たちの多くは、自主独立の気風が強いため、これらは、組織というほどの大規模かつ強力なものではなく、ネットワークからの依頼などにも、基本的に強制力はない。 ネットワークの拠点は、妖怪が張った人払いの結界によって、無関係の人間などは出入りできない隠れ里と呼ばれる場所に存在する場合もある。うさぎの穴もこれに該当し、雑居ビルの存在しない5階にある。結界によってビルは4階建てにしか見えず、用のない人間は看板を見つけることも、エレベーターの5のボタンを見ることもできない。 人間に敵対的な妖怪によるネットワークも存在するが、プレイヤー側が所属するネットワークと違って、強力なリーダーによって末端まで支配された大規模なネットワークも多く、いわばヒーローものの敵組織に相当する。作中でもいくつかのエピソードでの事件は、彼らの陰謀によるものである。人間に敵対的といっても、妖怪は人間の思いなしでは存在し得ないため、 自分たちに不都合な人間を容赦なく殺すことはあっても人間を完全に根絶することを企むネットワークはまずない。同一世界を舞台にした両シリーズだが以下のような違いが挙げられる。うさぎの穴メンバー、海賊の名誉亭、メンバー2011年に山本博史による新作小説が発表され、ヨ魔夜行コシリーズが復活した。基本的な世界観や設定などは 旧シリーズと共通だが、旧シリーズとは完全に別の作品となっており、旧シリーズのキャラクターやネットワークは一切登場しない。また物語開始時の時代設定は2011年現在となっており、劇中の固有名詞や用語、物品、テクノロジー、小ネタなども2011年現在の時点に合わせたものとなっている。その他、妖怪が死んだ後に残る。 木袋と呼ばれるものを自ら望んだものが取り込めば、喫水の人間であっても、後天的に妖怪になることができるという設定が、追加された。妖魔や光百寄寄る章、悪夢再び67ページより、闇への、第一歩92から93ページより、闇気候184から191ページより、なお、彼がリーダーを務めるネットワークの名称は、ベーカーが言う激体である。 ヨーマ物語あやかしの巻141から147ページより、ヨーマ層の怪事件46から51ページより、戦律のミレニアムほか9シリーズの、先祖返りや、ハーフ、百鬼よる、章の、妖怪ハンターや、報復者とは、明確に異なる。ありがとうございます。